小川修二は、日本の実業家。日本特殊峠業取締役社長や、同社取締役会長を務めた、三重県伊勢市出身。三重県立宇治さ山、田中学校を経て、1935年名古屋高等、商業学校卒業、日本外資入社。1936年日本特殊峠業に、転勤。1961年日本特殊業取締役。 1965年日本特殊峠業、常務取締役。1971年日本特殊峠業、専務取締役。1972年日本特殊峠業、取締役副社長。1973年日本特殊峠業、取締役社長。1977年、森村昌司取締役。1978年、ランジ法省受賞。 1979年昭和法人会会長。同年ブラジル連邦共和国サンフランシスコ、勲章グラン、クルース賞受賞。1980年日本外資取締役。1981年のりたけカンパニーリミテド、取締役。1983年勲二頭随法賞受賞。1985年日本特殊投業、取締役会長。 1993年日本特殊峠業、取締役相談役。小川修司先輩を偲ぶ会の、報告うじ山田高校同窓会法ナン、no. バー262009年3月1日、AB 日本特殊峠業第82期有化、証券報告書 ABCD 日本特殊投業、日本特殊投業株式会社60年史、渋沢社史データベース1997年3月、 昭和法人会の歩み昭和法人会解放2020年特集号。ありがとうございます。